こんにちは。こんにちは。どうも。はい。はい、お二人の関係は？1ヶ月ちょうど3月の半ばぐらいに、京阪茅島駅でやるんですけど、そこで杉原さんが演説をされてたんです。はいはい、そこに見に行って出会いました。ああ、そう。はい。久しぶり。党員さん？いいえ、違う。また違う。まだ、はい、まだです。あ、まだこれから。はい、これから。もともと参政党を知ってはって、はい、ええ、いつ知ったんですか？私は去年ですね。去年の参議院の時には参政党。あ、知ってて。知ってまして、はい、ちょうどあの夏の陣営あったじゃないですか。参議院選挙。ええ、はい。岸田陣営と。ああ、はいはいはい。ナンバーで。あそこに行きました。あ。はい、岸田さんも見てきました。あ、どうでもいいですけどそうなんですよ。で、いつ支払ったの、参政党は。残念ながら去年の参院選の投票の翌日。あ、終わってから。もうね、すごい恥じました、自分を。あ、知らないってこういうことなんだ。何で知ったの？同じ事務所の女の子が、うちの主人はいつも参政党の YouTube 見てますって言われて。会社の？会社の女の子が。女の子が。あ、言われて、で、私もその日から見たんですよ。そしたらハマってしまって、そうなんで知らなかったんだろうと思って、一生で一番後悔しました。あ、そうなんですか。それまでは政治には関心？もちろん、もちろん。あ、あったんです。あります。党員とかになったことは？ないです。あ、ないです。あ、全然。私は全く無関心。恥ずかしいぐらい無関心で、選挙も本当にもう何十年行ってなかった。もう二十歳ぐらいから行ってなかった。そう。もう放棄してました。もう超無関心、興味ない、どうでもいいって。どうでもいいわ。思ってましたけど、まあ、ヨシリンの、ね、健康サロンのチャンネル、YouTube のヨシリンを知って、はいはい、そこからヨシリンが参政党員さんになられるということを知って、はいはい、まあ、興味があって、そしたら自分のこの思考、自分の考えてるのと同じようなね、その参政党さんの考え方が合うなっていう。あ、まあね、お注射のことであったりとか、はいはい、そうね、ね、全てそう、まあ、全てその、ね、このウイルスの騒動であったりとか、そういうことも暴露してくれるじゃないですか。なかなか他の政党には言わないようなことを思い切って大胆な発言をしてくださるので、うん、それが良かった。あ、なるほど。だから消費税上げるとか、そういうのはもう当たり前なんですよ。あ、それはもちろん大事だと思うんですけど、そこじゃなくて、いかにこう、ね、みんなにこういかにこのドロドロした世の中になってるかっていうのを知ってほしい、ね、うん、気づいてほしいなっていうのがあります、ね、はい。で、それで、はい、杉原さんの、はい、あの立ち会い演説会で、はい、隣同士になったんですか？たまたま、そう、こんな感じでポツンポツンと、本当に少なかったからね、人がいなくって、はい、はい、で、ね、声かけていただいて、私は、はい、はい、で、その時は一応別れたんですよ。で、次の寝屋川、寝屋川かな、はい、寝屋川で会った時に、はい、はい、またお会いして、そうですね、はい、で、それから LINE の交換して、あ、またほんなら偶然会って。そうです。あ、また再び会ったねみたいな。参政党のが取り持った仲なんですね。そこから会うたんびにもしょっちゅう会って、ご飯行ってね、そう、あのお茶して、うん、参政党の話をして、いろんな話しますね。そう、政治の話からもいろいろ。もともと何か知り合いやったみたいな感じになった。感覚が一緒なのね。一緒です。全て不思議と見てるものとか、うん、そうだね、本もそうだし。ああ、そうなんですか。不思議なぐらい一緒なんです、感覚が。そうなんですか。もしかしたら何か前世で。そうかも分かんない。17区なんですけど、はい、17支部って堺なんですけど。あ、堺なんですね。堺でも、はい、まあ、元々、はい、知り合ったきっかけが友達やったんけど、はい、調べていったら前世が兄弟や親子やったかなんか、そんなの人もいました。会った瞬間になんか昔から知ってるような感じ。あんまり違和感もなかったね。なかったですよ。でもね、参政党の人たちってなんか分からないけど、そうですね、でもなんか
前から知ってる懐かしい感じ、ね、っていうか違和感のないっていうか、そうですよね、何でも話ができるっていうか、そういうすごく不思議、そう、そうですよね、多分そういうなんかグループなんじゃない、多分きっとそうですよね、同じ目指すところが一緒というか考え方が一緒、ぜひ遠いになっていただいて、もっとたくさんね人いてるんで、そうですね、そうですね、でいろんな人と心強いですね、本当ね、あのサンセット入ってよかったなって思って、ああ本当ですか、はい、よかったですね、今日の話どうでした、今日は私途中からだったんで あんまり聞けてなかったんですけど、え、お住まいはどっちでしたっけ、私は門真市です、門真市ですか、京阪の茅島、門真市ここですか、茅島の駅は、あいや、かこ門真市、そうですそうです、ですよね、門真市民です、あ端くれです、ああ、ね、寝屋川森口の境目です、あ、はい、え、どちらですか、私も茅島なんですけど、寝屋川に、寝屋川になるんです、私寝屋川になる、竹内さんなんです、竹内岩さん、あ、まあまあ、そうですね、ね、ぜひちょっとあの知り合いの方とか、はい、ね、今日も、はい、吉野に一生懸命だった吉野さんの時も、うん、もう夜もずっと連絡したり、メールしたり、あ、ね、はい、やるだけのことはやって、ね、なかなか理解は、ね、してもらえないし、ね、伝え方とか、そうなんだよね、その辺がいきなりこう言うんじゃなくて、ちょっとこう、ね、ワンクッション置いてみたいな、かなって、僕いろんな人と話にインタビューさせてもらった、やっぱこう、はい、いきなりこう言うんじゃなくて、それはねちょっと惹かれますから、そうですね、政治の話はタブーになるじゃないですか、そうですね、日本ってね、公衆的なんで、そう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 、ありがとうございます、いや今日は素敵なお話、いえいえ、ありがとうございます、ありがとうございます、今後ともよろしくお願いします、よろしくお願いいたします、ありがとうございます、失礼します。